もっと強さを好きになる。楽を旅にする。楽旅。 はい皆さんこんばんは違いましたこんにちはもう真っ昼間ですさあ本日は4月の9日月曜日です午後の3時になりました本日もほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います拍手 さあいきなりこんばんはと間違いましたけれどもちょうどで、ね、今日は外を見ていただきますと昨日は雨の京都でしたでも今日は朝からちょっと曇り空でお昼前後から雲に青空が見えるようになりまして日が差し込むようになってきましたただ今日はちょっと風が強いのか、えー、気温は最高気温17度18度ぐらいで終わるようで え、20度には届かないまあ、そんなちょっとね風も強いことから体感温度はぐっと下がっている京都ですちょっと今日はね朝楽旅京町屋まあ、土曜日曜基本的に町屋がまあ、会社がお休みになりますのでちょっとひっそりとしていましたので今日月曜日出社してきますとまあ、もちろん私は土曜も日曜もいたんですけれどもちょっとね町屋がひんやりと 土曜日曜の冷え込みもあって雨もあってしっとりと静かな京町家が今日朝見られましたでもお昼時になってこうやってね太陽が照ってきまして春らしい雰囲気も出てきましてね今日せっかくなんで窓を開けてお届けしようかなと思ったんですが結構風が強くてちょっと奥の 蔵が見えていますで蔵の下の方に杉の皮吹いて茶色く壁がなってるんですが、えー、そこにちょうど上の大きな木々の葉っぱが影を落としておりましてね風が吹くと茶色い壁のところに葉っぱの影が揺れているのが分かりますでしょうかねねちょうど今画面越しにも見えていますね風が強くてかなり木々がね今日は揺れています町屋もね今窓を閉めてるんですけども時折 強い風にあおられてガタ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 とね建具が揺れておりまして風の強さを感じるそんな今日はね一日になっていますさあそして今日はちょうどねまだ桜が昨日の雨でちょっとねソメイヨシノはだいぶ散っていきましたけれどもそれでもまだベニシダレザですとか遅咲きの 八重桜系がまだまだ見ごろを迎えておりますので今日は私たち楽旅の講師の森さんが今北白川の方に行っておりまして、えー、今日は哲学の道の疎水沿いを歩いたり、えー、北白川天神宮の方へと歩みを進めておりまして今お客様の皆様と一緒に京都の北の方銀閣寺からさらに北北白川の辺りを散策していると思います。 ちょうど4時までの散策ですので、あと1時間ぐらい、ちょうど一番最後に北白川天神宮に行く予定してますので、ちょうど今ぐらい、こう、参拝をされているんではないかなと思います。ちょっと風が強いですけども、素敵な桜散歩を楽しんでください。さあ、そしてね、ちょっと今日はいつもと変わった話題をちょっとね、お届けしたいと思うんですよ。何のことかと言いますとね、 こちら、まあ、いつも恒例の京ょの旅くじということでこの箱の中に入っているお寺神社の名前が書かれたこうたくさんの旅くじいろんなこうお寺神社の名前から歴史上の人物、えー、京都の文化財などいろんなことが書かれた旅くじが入っているんですがこの中に実は当たりくじが3つ入っています。3つで その当たりくじが出るとその当日の深夜0時までにメールをいただいてその方の中から抽選で豪華な当たりくじの当選者が決まるという当たりくじが実は入ってるんですよ。でかつて昨年の4月の15日にこのライブ配信を始めましてたくさんの皆様から当たりくじを入れていただきました。 京料理二蓮さんのお弁当ですとか大丸京都店さんのカタログギフトですとかいろんなですね、京都のとっておきのプレゼントをこの中に入れて、まあ、皆さんに、ね、旅口もね、一緒にこのトークを楽しんでいただいてたんですよ。たまに本当に当たりくじが出るんですがちょうどこれ新たに旅くじを追加して今300ぐらい、300トークテーマぐらいね 旅くじが入っていますので、この中に3つ当たりくじが入っていてもね、なかなかこれ当たりが出ないんですよ。ということで今日は、この旅くじのくじ箱の中の旅くじをちょっと減らします。減らして、この中に、旅くじを少なくした中に3つの当たりくじを戻しまして、これからしばらく当たりくじが当たりやすいように、そしてまたこの 引いていくと旅くじが少なくなりますから、のけておいた、ストックしておいた中から少しずつ新たな旅くじを足して、まあ、常に100個ぐらい、100個ぐらいの中に3つ、4つ、5つぐらいの、まあ、当たりくじがあれば、1ヶ月に1回ぐらいは何かの当たりが出るんじゃないかと。今もうね、1月、2月、3月とずっとこれ当たりくじが全く出てないんですよ。 なんせこれ300の旅くじの中に3つしか入ってませんから100に1ぐらいの確率なんですよ。なのでちょっとね皆様に当たりが当たる確率を高めるためにこの旅くじの数を箱の中に入れる数を減らして皆様に当たりプレゼントをお届けしたいということでねちょっとこの旅くじの数をね減らしたいと思います。で 今実際どんな当たりくじがこの中に入っているかといいますとね、まず一つこちら。烏丸田町の近くにあります。もう地下鉄丸田町駅から徒歩1分2分です。ラクロホテル京都。ラクロ京都さんの宿泊券が実は入ってるんですよ。こんな素敵なお部屋に泊まれる宿泊券が一つ入っています。このラクロさんは、私たちラク旅も開業するときに、 いろいろお手伝いをさせていただいておりましてね、こういう形で素敵なホテルなんですよ。この右側にホテルの客室があって、まあ、フロントやカフェ、レストランも大変素敵なんですが、このパンフレットの裏側を見るとね、ここに、ちょうど真ん中に、ライブラリー、ラウンジが見えていますね。こここののラウンジライブラリーの奥に本が並んでるんででるすよここ この本の本セレクトどんな本を皆さんに読んでほしいかということで本棚に本を並べてるんですが京都のいろんな歴史から文化財までいろんな本を、ね、ここに並べたそのお手伝いを私がさせていただきましてね今も私がセレクトした若村セレクトの本がこのラクロホテル京都さんのフロント奥のライブラリーにあるんですよ。ぜひままたたここカフェまたは ランチディナーでも一階のホテルのレストランに行けますので、ぜひその時にパッとね立ち寄ってこのライブラリーで京都の本も読んでいただけますので、ぜひ楽しんでいただいたらと思います。で、そのホテルさんと当たりくじがまず一つ入っているということなんです。こちら。で、二つ目にもう一つホテルさんが入ってましてね。 ザ・ホテル清流京都清水といいましてねあのプリンスホテル系列のホテルで清水寺へ行くときに、ね、もともと小学校の建物を綺麗にこうリノベーションしましてね美しいホテルザ・ホテル清流京都清水というねホテルがあるんですよ。こ、えー、こちらからかも宿泊券を実はいてておりまして、ね、ましねあこんなな素敵な ホテルさんなんなですが今回はねこのスーペリアツインのお部屋となりますのでこのようなお部屋に泊まることができる当たりくじがこちらなんですよ。ということで実はホテルの宿泊券当たりくじが今ラクロホテル京都さんとね ザ・ホテル清流京都清水さんと2組2組に当たるというこの当たりくじが入っているんですさらになんとこちらラク旅スタッフの谷口真由美さんお手製のハマグリ財布ということでこちらは250回記念だったかなあの時に 入れましてね、こちらですよ。このような谷口さんの,あのパッチワークお手製で作りましたこのはまぐり財布ですね。しかも色違い世界で一点ものですよ手作りですから、えー、こちらですね素敵な柄とそしてこちら。 裏側もまたね色が違いますからね。そしてこちら、裏側はまたこういう感じでね、この素敵なハマグリ財布が3名様に当たるという当たりくじも入っているんですよ。で、この当たりくじが当たりやすくしようということで、さあ、それではこの当たりくじはちょっとここに置いときまして。 今これ300ぐらい入ってますからねちょっとひっくり返しましておっとかなり入ってますね <laughs> すごい山のようにちなみに引いてみましょうかこれはあっ地院七不思議とかいろいろ入ってますねあすごい天皇 第15代の応神天皇についてのトークも今後ありますね。あとこの辺だと、あ古代豪族の鴨茂氏、5月の葵祭りぐらいに出るとぴったりですね。あとこの辺だとわ、歴史上の出来事ですね、二条城で行われました大政奉還ですとか、あと1個ぐらい行ってみましょうか。この辺 わすごい文化財で重要文化財ですね、六原蜜二のか掛、えー、地蔵、髪の毛にご利益があるというねお地蔵様とか、なかなかディープな内容がありますので、これを大体ですね、今300ですから、3分の1ずつぐらいにしまして、はいこれぐらいか、100個、200個。ということで、 この選ばれし100個をもう一回この旅くじに、えー、戻しましてそしてこれぐらいになりましたね100個ぐらいですもうちょっと入れようかなちょっとこれ少ないかなパラ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 っとはいこれぐらいかなはいこれぐらいね100個ぐらい入れました3分の1になりましたところに 谷口さんのハマグリ財布の当たりくじと、ラクロ京都さんの宿泊券の当たりくじと、ザ・ホテル清流京都清水の宿泊券当たりくじを入れまして、さあ、混ぜて、混ぜて、これでだいぶ当たりが出やすくなるんじゃないでしょうか。 実は、ね、この後もまたあともタイアップでいろんなところからライブ配信をお届けできるべく今準備を進めておりまして、ね、当たりくじ、まだ続々と入りますのでぜひ皆さん、これいつ出るかわからないんですよで出たその日に皆様にメールで深夜の0時までに私たちのメール会社の方にプレゼント希望のメールをいただきます。またたたそのお送りりするメールアドレス等は当たりが出た時に パッと発表しますけれどもその当日でないと当たりくじをね、こうプレゼント応募の資格がありませんので必ずぜひできたら毎日ですねこのライブ配信をご覧いただきましてもちろん YouTube、Instagram でも結構ですとにかくあの当日に見ていただいて深夜0時深夜0時までにご応募いただくというシステムになりますのでぜひ毎日お見逃しなくご覧をいただきたいと思います ということで、100個ぐらいが入りまして、残りをちょっと紙袋の中に入れて、厳重に保管をしたいと思います。はい、大丸さんの紙袋の中に入れさせていただきまして、また、あの、順次、くじ箱の中の旅くじが少なくなってきましたら、ここから追加をしましてね、いろんな話題をお届けしたいと思いますので、 こうご期待いただきたいと思います。まだ300ぐらいありますから、1年以上は十分持つと思いますので、まあこれがまたなくなりかけたら、また新しい旅くじを、えー、作りたいと思いますけどね、予備で200ぐらいまだありますので、こちらは大切に保管をしていきたいと思います。さあ、それでは本日の旅くじを引きたいと思います。いきなり、 当たりくじが出る可能性もありますよいきます箱の中にある旅くじを引いて本日のトークテーマを決めたいと思います。それではいきますくじ取り式です。いきますよさあ、なんか5も少なくなった感じがしますね。混ぜれますもん。昨日まで混ぜれなかったですからね。さあ、それで行いきます。 本日当たりが出るという奇跡が起こるかいきますこちらを本日のトークテーマとしてみたいと思いますそれでは続きましてこのくじの中身を改めますくじ改めですまずは私が確認をしまして皆様に一つ二つ三つとヒントを出していきたいと思います皆さんはそのヒントを聞きながら あそこのお寺かないや、あそこの神社じゃないかななど考えながら聞いていただきたいと思います。わ <laughs> かったという方はぜひコメント欄に何とか寺、何とか神社と書き込んで、どれぐらい京都を知ってるか腕試しをしていただきたいと思います。それでは行きます。くじ改めです。さあ、当たりが出るか おっと。さあ、ま、母様。さあ、当たりくじか。お。当たりくじではない。当たりくじではなかったですが。 分かりました本日のトークテーマはジャンルで言いますとねあああるるるおおおお寺寺にに庭庭でですす例えば世界遺産天龍寺にあるお寺嵐山にある天龍寺にあるお庭は草原地庭園と呼ばれたりしています。 まあ、いろいろこう、お庭の呼び方、名前はあるんですが。今日のお庭の名称。通称。なんとかの庭。と呼ばれてるんです。そのお庭の形式。水を使わない。枯れ山水庭園です。 まずねどこのお寺かと言いますとねかつて京都五山の聖という京都の名だたる禅寺の中でも室町幕府によって格付けをされた最高格のお寺がありましたその五山の聖最も位の高い別格上位にあったお寺です その別格上位にある現在境内の一番奥にある北条という建物そこに面して枯山水のお庭が残り一説その庭は小堀遠州作とも伝えられていますその庭が別名「なんとかの庭」と称されていますその名称 古く中国の逸話に伝説にちなんでこのような名称がついたと受け継がれています。さあ皆さんもう分かりましたか京都五山の姓別格上位として後々にまで大変長い歴史を受け継ぎまして後に武家とのつながりが深いことから なんとかの武家面と呼ばれたお寺こそ京都東山南禅寺というお寺でその法上にあるお庭ですそう本日のトークテーマはこちらです虎の子渡しの庭と称される南禅寺法上の枯山水庭園がトークテーマとなりますさあ皆さんこれわかりましたでしょうか まずヒントの中にありましたお寺の名称南禅寺でこれは室町時代足利将軍家によって京都の禅のお寺が格付けをされる京都五山の姓という仕組みがあってえこの中において五山のさらに上上位上の位と書いて上位の位置にあったのがこの南禅寺というお寺で。 もともとは鎌倉時代第91代の天皇でありました亀山天皇がお母様の利休別荘として建てた利休こそが始まりと言います善臨寺殿とか善臨寺殿と言いましてこれが後に善の寺に改められまして南禅寺という大きな善の寺が東山に現れることになるんですちなみに 南禅寺のお寺になって名称が南禅寺となりますがもともとねあの辺り一帯ちょうど今桜が綺麗なのがこの南禅寺または毛上げ一帯でただ秋になりますと紅葉の名所があって南禅寺ももちろん紅葉が綺麗ですがそれ以上に多くの人が集う場所といえば 南禅寺の北にある栄冠堂というお寺です栄冠堂は正式名称禅林寺禅の林の寺と書いて禅林寺と言いましてその禅林寺の南にできた禅のお寺であることから南禅寺と称されるようになったと伝えられているんです正式名称太平公国南禅禅寺と言いますがこの南禅寺に 大きな建物が次々と立ち並び特に武士たちとのつながりが深いことから南禅寺の武家面とも称されまして現在入り口にある大きな山門も戦国武将藤堂高虎が寄進したという見事な山門がそびえ立ち歌舞伎「山門御三の木」の中では石川五右衛門が門に上がって 春の眺めを見下ろして「ああ絶景かな」という名台詞を残した大変有名なお寺でもあるわけなんですそんな中で一番奥にある北条建物自体もかつて宮中御所から賜った建物が今現存するといいまして北条建築として今国宝に指定される建物があります その建物の前に広がる庭こそ北条庭園水を一切使わない枯山水庭園のお庭が広がり手前には白砂奥には苔地そこに大きな石小さな石や樹木の刈り込みがあって見事な今から400年前の小堀演習が咲くと伝えられます。 枯山水庭園が現存していますでこの鬼はよく見ると大きな石小さな石があって白砂を川の流れに見立てれば大きな石を親の虎小さな石を子供の虎に見立て大きな川の中を虎がが 子を連れれててて渡っいいるるるこことととに見えることから虎の子渡しの庭と言われているんです確かにパッと見て「虎の子渡し」まあ、よくよくわかるんですが実はこの「虎の子渡し」には見た目だけ見た目でそう見えるから名付けられただけではなくてさらに奥深い理由があると伝えられているんです。 実は「虎の子渡し」とは古く中国の物語が由来となって昔々中国でこのような逸話が残ったんです中国に大きな川が流れその川のほとりに親子の虎がやってきます。 その川は流れが激しく子供の虎はお母さんと一緒でないと川の向こう岸へと渡ることはできませんお母さんが小さな虎を口にくわえ1匹ずつ川向こうへと渡すことができるんです古来中国では 親の虎が3匹子供を産むと3匹目はひと呼ばれる獰猛な子供が生まれると伝えられていたんですこのひとは虎に点々点を書いてひと言いまして。 必ず古く中国では親ドラが三匹の子供を産むと三匹目は兄弟でも食べてしまうほどのどうな子供が生まれると語り継がれてるんです。で、こういう氷を一匹釣れた親子が大きな川のほとりにやってきました。この 一番下こちらが表としますさあここからが問題でお母さんは我が子3匹のうちから1匹だけ口にくわえて対岸へと渡ることができるんです。さあどうしたら親子誰も欠けることなく無事に向こう側に 渡ることができるでしょうかというこれトンチのようなクイズなんですよどういうことかと言いますとこれいきますよ例えば親の虎が長男一匹目を連れてこれで向こう岸に渡ったとしますとこうやってね するとこちら側に子供が2匹残されますが片方はヒョウですからこれは兄弟でも食べてしまいまいすお母さんがいなければ兄弟でも食べてしまいますからこれでもう親子をかけ,てかけることなくね渡ることができなくなりますからこれはね違うということなんですね。ということはどうやったら親子がかけることなく この川を渡ることができるでしょうかというこれ、問題なんですよ。皆さんわかりますかこれ。どうやったらいいか。そうですね。まずは、ひょうが兄弟を食べてしまいますからね。お母さんは、この1回目渡るときに、このひょうを連れて、ね。こう川渡りますね。これで 大丈夫です。で、今度お母さんは川にもう一回一人で渡りましてね、こう二人目の子供を連れてきますね。で、お母さんはもう一回もう一匹残ってますから、帰らないといけませんね。帰ります。これどうなりますかこっち側で、 どう猛なひがお兄ちゃんを食べてしまいますから、これでまたゲームオーバーとなってしまいますから、この2回目帰るときに、このなんとひを一度連れて帰って、そしてこの次男を口にくわえてお母さん渡りまして、またお母さん帰ってきて、最後に このお母さんと氷が渡ることによって、はい、無事に渡り終えることができましたという、これ、古い中国の物語なんです。虎の子渡しと言いましてね。で、これ、お母さんは愛する我が子3匹を川向こうに渡すために、 何回川を子供をくわえて渡ったかというと1回2回3回4回実は川を渡ってるんですよつまりこれは古く中国では3の物事を成す時に3の努力ではダメだと見えない努力を行うことによって物事を成し遂げることができるんだという。 見えざる努力を怠るなという格言言い伝えを伝える物語なんですつまり三の物事を成すときに三回渡っただけでは物事はことを成さないわけで四回努力をするからこそ三回物事ができるという急がば回れみたいなねこういうね 昔から虎の子渡しにはそういう物語があってね見えない努力を怠っては、ね、成功はありませんよということを、ね、伝えてるんですこういう、ね、古い中国の物語で虎の子渡しという物語がありまして、まあ、つまりそういう中国の言い伝えをお庭の形に表すことによって禅の寺においてお庭というのは仏の世界精神の空間ですから 座禅をしながら庭を向き合うことによってね庭からさまざまな教えを学ぶことができるんですそのような中国の「虎の子渡し」という物語が秘められているとも伝えられまして「見えざる努力を怠っては悟りの道は開けません」「厳しい修行に励みなさい」という仏の教え仏教の教えがそこに秘められているとも考えられているんです是非皆さんもまた 虎の,の庭両安寺の庭もまたは西鴨の正殿寺の庭も虎の子渡しと伝えられたりしますそういうお庭を前に静かに心を静めお庭と面することによっていろんな教えがお庭の方から皆さんの心に入ってくると思いますので是非静かに心静かにお庭と向き合っていただくといいと思います。 見えざるる努力を怠るなもうどうしてもね私たちもうその目標に向かってストレートに一番効率のいい道を歩いてしまいますけどもそれだけではやはり物事は事をなさない成功は手に入らないということでコツコツと見えざる努力を怠ってはなりませんよという、まあ、そんな教えが今もお庭の中に秘められているということなんです。 あなんか今日は胸が痛いですね。そう。見えない努力を怠ってはいけない。コツコツいきましょう。はい。ということで、本日は南禅寺のお庭、虎の子渡しの庭についてお届けをしました。ほぼほぼ毎日配信しています。ラク旅通信ライブ版、今日、ちょっと旅へ。本日のトークは、ここまでとなります。 さあそれでは最後になりますが心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくくりたいと思いますさあ皆さん合言葉はきっともっと京都を好きになるこの好きになるというところ皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って 今日も京都からたくさんの元気を皆さんにお届けします。皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それではいきます。きっともっと京都を好きになる。ということで本日は午後3時からお届けしましたラク旅通信ライブ版 今日ちょっと旅へ明日も同じく午後の三時からお届けしたいと思いますのでぜひお楽しみをいただきたいと思いますそれではありがとうございました今日は当たり出ませんでしたまたぜひご期待くださいそれではポチッと消したいと思いますありがとうございましたまた明日